本日はですね、北朝鮮ミサイル危機迫る沖縄、米軍基地が集中する差別の起源と実態、東アジア共同体構想の可能性に迫る、こう題しまして、この沖縄謀反というタイトルのですね、5本が最近出たんですけれども、こちらの共同執筆者であるお三方にご登場いただきました。本当は4人の編長なんですけれども、お一方太田正秀さんがお亡くなりになっているため、まあ、ここに最後のメッセージとありますけれども、沖縄県知事だった太田さん、最後のメッセージのとなったこの、まあ、一緒でもありますね、その沖縄謀反、他に登場された方々、今日は集まっていただいてですね、沖縄のことだけではなく、目前のこの北朝鮮のミサイル危機、これも沖縄にとっては本当に他人事ではない話ですので、その話やさらに歴史にをこう遡って、沖縄を差別する構造とは何か、それはまあ日本の将棋の当位のですね、小帝国意識というもの、古代から培われてきたそうした歪んだ帝国主義意識というものに根ざすものであるというようなことまで話は、まあ、時間の限り及ぶ限り、お話ししてまいりたいと思います。少なくともこの日米合同委員会でさえ憲法よりも優先されているという、うん、そういう事実ですよね。それは私は知らなかったですよ、うん、で一切総理とか我々には何が議論されていたか、いつ開かれているかという情報も一切手に入らなかったですね、うん、でもそれは私は知らなかったけれども、まさにこの検事総長になる方とかね、役人の多くの、特にそれなりの役人の方はこの構造を知ってたわけでしょう。でこの構造で 出世が決まるわけですよ。立身出世が、ですから日米合同委員会、憲法より上に日米関係があると、うん、だから日米関係をうまくやり取りする人間が出世をするということを知ってるもんだから、アメリカになかなかこの反発するような、あるいはアメリカのやることに対してそれをそのまま受け入れる役人ばかりが出てきてしまっているという、そういう構図でしょう、うん、これは変えなきゃいかんですよ、本当にね。変えないといけないですよ。でそれがないと独立も果たせないし、いや、まさに真の独立はそこですよね、うん、ですね。真の保守と言われるような人たちは自分たちの主体性と主権と、うん、国家主権と、それからその国家主権の中には自主防衛ということも考えていると。もちろんこれは左派から見れば、その自主防衛というのはね、平和憲法に反するとか、そういうご意見が出てくるでしょう。だけれども保守と言っている人たちは自立と、それから国家主権と、それから自主防衛というのは絶対に譲れない話だと。そうですよね。で自民党をた立党したですね、人たちの中に畑山一郎さんいらっしゃって、その自主憲法のとか、この自主独立ということを訴えられたのおじいさん。そうですよね。で安倍さんが今ね、自分のおじいさんがこう自主独立というか、憲法改正をね訴えていたんだと、それが血統の精神なんだということをこう高らかに憲法改正するんだと言ってるんですけど、同じその自民党を作った偉大な政治家のその孫としてですね、孫の在り方というのと、どうですか、畑山さん、どのようにお感じになってらっしゃいますか。だから今もお話ありましたけれども、憲法の上にこの日米合同委員会があると、日米関係があるとすればね、憲法を変えるより前にその日米合同委員会が憲法の上にあるというその構造を変えないと、いくら憲法をいじってもその上に日米があると対米従属的な発想から変えられないわけですよね。ですからどちらが先にやるべきかという、それは私も、それは憲法はこの全く別の意味で国家主権ではなくて国民の主権をもっと確実にするために変えるということはやるべきだと思っていますし、あるいは地域主権とか、そういうことはやるべきだと思うんだけれども、今のような国家を強くするような形の憲法改正は改悪でやるべきではないと
思ってます、うん、だ私が申し上げたいのはそういった議論よりももっと根本的なこの国の仕組みを変えない限りどうしようもない。で今お話しあったようにこの日米合同委員会のメンバーっていうのはアメリカの方はほとんどが米軍関係者ですよね。一人だけでも講師が入ってますね。それは矢部さんのことで本で分かったんですけど、その講師はしばしば こんなおかしいじゃないか、日本は役人でどうして俺たち、私は講師は一人だけであとは米軍なんだと、米軍と日本の役人が議論するってのはおかしいじゃないか、外交官と外交官が話し合うって、これは国務省と外務省のマターなはずなのに、そこに米軍が出てるんだと、それはおかしいじゃないかって、むしろねアメリカの講師が言ってるわけですよ。でも日本側からそういう話が出てこないというね、非常に何か日本は抜けてるなと思いますよね。いやもうマッカーサーが降臨して以来ですね、マッカーサーの今度そのそれこそ天孫降臨ですよ、まあ、それでもうすぐに従属してしまって、うん、EU ヨーロッパ共同体というのは独ソ不可侵じゃない不戦共同体をですね作るということからできたものであり、それをですねやっぱり東アジアで考えると日中間が再び戦争しないようなためにもですね、そういった一つの統合が必要だということで、東アジア共同体構想というのは先ほど大田知事時代のですね2つの基地アクションプログラムと国際都市形成構想のお話もしましたけれども、その理論的裏付けとしてはやっぱり有事駐留論ですね、常時駐留なき安保論というものがあって、要するに日米安保で米軍は駐留しているわけですけれども、その存在必要性を徐々になくしていく、それと比例するような形で東アジアの多角的なですね安全保障機構をですね作っていくということで、非常にリアリティのあるですね、理想主義的とよく言われるんですけれども、僕はもうものすごくリアリティのあるリアリズムに基づいた責任あるですね未来のビジョンで、それを提起されたという意味合いはものすごく大きいなと思っています。ただこの問題につきましては先ほど、まあ、安全保障の問題で米ロも入れてということでしたけれども、アメリカが最も恐れているのはその中国の台頭ですね、とりわけ軍事的台頭そのものというよりもですね、経済的なその中国が日本と韓国とやっぱり一体化することを一番恐れていると、分断していきたいというですね、でそこから自分がこう排除されることを一番恐れていると思うんですよね。僕は畑山さんが強調されているようにアメリカを最初から排除する必要は全くないとは思ってますけど、でも不戦条約だったら入らないと、いやもちろん入ってもらわないといけないんですけど、まず入ってきてる連中が米軍ですからね、うん、この独立宣言、これは僕が読み上げでもいいですか、はい、読んでしまってよろしいですか。今の日本は言論統制と人権抑圧を急速に強めつつ、改憲クーデター、憲法を壊すクーデターによって立憲主義を否定して平和憲法を捨て去ることで再び海外での戦争のできる国にかつての道を歩もうとしていると。このような戦争とファシズムの時代状況の中で沖縄と日本本土を含む東アジア地域が再び戦場になることを許しては決してならない。これほんのちょっと前まではまだ心配のしすぎと思ってましたけど、今これ心配しないでどうするんだという状態ですよね。本研究会は永続敗戦構造戦後レジウムの中で際限のない対米中属を続けてきて日本の真の独立を実現し、これ大事ですね、お話がずっと出てきましたけど、沖縄と日本本土を含む東アジア地域における平和の実現と人権の確立のために東アジア共同体構想を深めるとともに、米国と大和、かっこ日本本土の二重の植民地支配に置かれ続け、日米両国政府によって翻弄され続けてきた沖縄の独立を含む自己決定権のあり方を多角的な視点によって研究することを目的として設立すると、うん、この東アジア共同体構想という鳩山政権の時に提起されたこの構想というのが、先ほども申したように非常に未来の責任あるビジョンだということと、沖縄が将来ですねこの東アジア共同体を構築する際に非常に重要な位置役割を果たせるんではないか、あるいは果たさなくてはならないのかならないのではないかという思いが非常にあったんですね。
そしてまあ沖縄の中から、まあ、鳩山政権の時に出された普天間基地問題、最低でも県外移設あるいは国外移設の問題が提起され、まあ、大きな期待が結果的にですね挫折して裏切られる結果にはなりましたけれども、その不可能ではないんだと、沖縄の方にですねそういう自信起こりをですね、持つあの効果もあったということで、ただそれができなかったことで裏切られたことでですね、その沖縄が差別されているということで、構造的沖縄差別あるいは沖縄の自己決定権、沖縄のアイデンティティとか琉球ナショナリズムがあの出てくることになったと。で、沖縄の自己決定権の問題は沖縄の人々、琉球の人々が決めることで、本土の我々は直接口を挟むことではないと思いつつも、その琉球独立学会はあの沖縄琉球の人々だけで閉じた形でやられてましたので、それはそれでまた必要なプロセスだとは思いますけれども、沖縄と本土の人々がそういうですね未来のその日本と沖縄の在り方を話し合うようなチャンネルといいますか、そういう場が必要だということ、また日本と沖縄を含むものがこう東アジア地域 の、 あの中国や韓国や台湾やですね、そして ASEAN などともですね連携を取るような、その情報研究ネットワーク的なものがですねできたらいいのではないかということで、まあ、この研究会が立ち上げられることになったと。で、大きなテーマとして東アジア共同体、沖縄の自己決定権の問題ありますけれども、もう一つそこに触れているのが、やはり日本のこう内外における植民地主義の脱植民地主義って言いますか克服であって、それは沖縄アイヌに対する差別抑圧の問題、あるいは東アジア諸国に対する植民地主義、あるいは戦争責任の清算ができていないっていうこともあの克服しなければなりませんが、あのそれとともに対米従属、真の独立の実現ということがね、それとセットになっているということで、その両方をこう考える場としてですね、この研究会を設立するに至ったと。あのそもそもやっぱりこの独立論が、その居酒屋独立論とは違うっていうのを、この、出てきた、まあ、松島さんが提唱したことがすごい大きいんじゃないかと思うんですけど、あの背景がどういうことだった、やっぱりこの基地問題が大きかったということですか。そうですね、まあ、基地問題、がですね、なかなか日本の国内法に基づいて、まあね、では解決が非常に困難であるという状況が出てきたということと、この2013年の前の年、2012年に日本政府、安倍首相は主権回復の日をしたんですよ、はい、日本は独立したんです、で同時にですね、その日の同時に琉球は日本から切り離されて、屈辱の、ね、島となったんですけども、そういうなです、ね、捨てられた、捨てられたと、そういうなですね、琉球を見捨てよう、ね、見捨てて自分は独立したというふうな国からはね、早く独立した方がいいという機運がですね、あの盛り上がって、そんなクソ冷たいところに一緒にいたくないわ、いたくないという機運がですね、まあ、これ基地の問題もそうですけども、あとですね、この特にオスプレイの配備の時ですね、この尾中さんはじめですね、琉球の、ね、各市町村の首長がですね、東京をね、まあ、いわゆる首長を持って更新した時ですね、沿道からですね、ヘイトスピーチを浴びせられました、非常に汚いことが、出ていけとか、何者なんだと、でその時は保守的なですね、保守層の政治家もいたんですけれども、しかしその時彼らはですね、特に尾中さんと思いますけれども、自分は何者なんだと、日本人ではないかもしれないと、沖縄人また琉球人、失われ人、そういうアイデンティティが、ね、どんどん芽生えてくる時期も重なっていてですね、そこでこの学会を作ろうと、これは私だけじゃなくて5名のですね、あの琉球のですね、割と若いね、20代30代40代のですね、が作ろうというふうになったと。どういうことを根拠にして、どのようにしてできれば、あの血を流すようなね、話ではなく、あの穏やかに独立が可能だ、その道筋を考えるのか、法的な道筋ですね。なるほど。それはどうなんですか。そうですね、まあ、植民地がですね、宗主国のですね、憲法に基づいて独立したという形は聞いたことないですね、
でその独立するときはやっぱり国際法に基づいてですね独立したのが圧倒的に多いと。なるほど。で日本国憲法にもですね、うん、この分離独立のですね規定はありません、うん、というふうに政府官僚は沖縄選出の国会議員に答えてます。なるほど。これまでもですね。ですから独立するならば国際法、沖縄選出の国会議員はそれは聞いてるんですね。聞いてます、聞いてます、ね、聞いてるけど、はい、ありませんというわけです、ね、ありませんと言われて、まあ、じゃあもう根本的には琉球処分というようなやり方自体が不法行為だから、そうです、あれが、あの無効であるということから始まるんですか。そうですね、はい、ですがそこから植民地が始まったと、うん、今でも植民地であると、うん、これから脱しなければならない、うん、でその時国際法というのが活用、国連国際法が活用できると、これまでもそうしてきたと、うん、っていうような流れですね。そうすれば